国道333号は北海道旭川市から北見市に至る一般国道である。旭川市の起点から上川町までは国道39号とそこから門別市方面への分岐までは国道273号と重複する。北海道中央部に位置する道北の中心地である旭川市の四条通昭和通りの交差点を起点に東へ。 北見山地の北見峠を経て、北見盆地へと抜け、北見市の国道39号に至る、一般国道の路線である。起点側のルートは、国道39号と、国道273号との重複区間となる、ことから、上川郡上川町麻上越から、東が単独区間となる。主な通過地は、旭川市、上川郡東馬町、道郡愛別町、 道軍上川町あざ、日東、上越、北見峠、門別郡縁軽町白滝、丸セップ、豊里、生田原水穂、所郡ろ群サロマ町、北見市ニコロ町、丹野町である。北海道の国道愛称名による道路名は、北見峠を境に、西側の上川町内が、上越国道、東側の縁軽町から、北見市までの間が、 エ軽ル国道の名が付けられている。交通難所となる北見峠には国道450号旭川紋別自動車道が並行して峠をトンネルで抜けており、冬季通行を可能としている。このルートは旭川エ軽ル間が JR 北海道赤北本線とほぼ並行しており、明治時代に初めて開作された中央道路のルートを踏襲する。 本路線の南側で並行する一般国道で赤北峠を越えて行く国道39号の迂回路としての役割も果たしている。現行の道路法に基づく一般国道の路線として1974年11月12日、政令第364号の交付によって第3次追加指定され、翌1975年4月1日施行によって、 国道になった路線である。上川郡上川町、上越紋別郡縁軽町とよさとは道道334号、縁軽上川線の一部から、紋別郡縁軽町西田原水穂北見市ニコロ町は、道道725号北見区田原線の一部から、北見市、ニコロ町北見市丹能町2区は道道618号陣五路丹野線から昇格した。 現在の国道333号の道筋のルーツは明治期の北海道開拓時代に開拓された中央道路である。中央道路はロシアの南下政策に対抗すべく軍事拠点である旭川から北見を経てオホーツク海に面するしりまでをつないだ国防のために建設された道路でシュートラの市役によって開拓された。 1889年に約1 6 0トルにわたる中央道路の仮道がわずか60日で作られたという記録もある。1891年春に本格的な工事が行われ、同年12月に北見峠を越える中央道路が開通している。囚人たちへの強制労働は過酷を極め、逃亡者には、 刑罰も行われたことから200名以上の犠牲者を出し、その遺体は道端に埋められていったことから、北見市の国道333号の道路沿線には鎖塚と呼ばれる囚人たちの墓標跡が残存している。中央道路開通後は、道の険しさから利用するものが少なく、次第に干木が生い茂るほど荒廃していった。 この道筋が初めて国道に指定されたのは1952年のことで、当時は一級国道39号であったが、北見峠は改良もままならない状態であったと言われている。後に北見峠の南に位置する赤北峠に道路が開通すると、国道39号は赤北峠経由のルートに付け替えられて、かつて中央道路だった旧道は移管されて堂々に、 広角となる。この道路が再び国道に最昇格となったのが1975年のことで一般国道333号に指定されて国による道路整備が再開された。国道333号に指定された当初は北見峠、旭日峠、陸士峠、丹野峠の4つの峠を越えていた。北見峠を除く3つの峠は道路改良によって トンネルが開通し、北見峠も、一般国道の自動車専用道路で国道450号指定の、旭川紋別自動車道のトンネル開通によって、国道333号に並行した道路が、通年通行を可能にした。サロマ北見間の丹野峠越えの急道は、1993年8月に、トンネルが開通するまで、ダート区間が残されていた。 朝日屋トンネル縁丸町側かつては、朝日トンネルや、サロマトンネルがあったが、旧道化及び廃道により、遠道から外れている。平日24時間交通量国道39号、国道273号との重複区間は、省略北海道開発局三川総合振興局、おほうつく総合振興局。ありがとうございます。